さんこんにちは、リリーです。はい、満腹でしたね。またあの店に来ました。満腹になったところでちょっとご期待と思います。見えるでしょうか、向こうに仏像、お釈迦様かな、ちょっと違うかな。はい、今信号待ちしてるんですけど、はい、なんかね、売りに来てますね。なんだろう、わかんないけど、スイーツかな。反対側の人オレンジジュース持ってたので、こうやって信号待ちの時にいろんなものを売りに来る方がいます。お花とかね、あの車とかの前に下げる通りに今オレンジジュースの方行きました。お花とか結構お花売ってる方多いですね。だいぶ向こうなのかな。そう、前回ね、ああ行かなかったと思ったところ、ちょっと隠れちゃいましたけど、いろんなものが閉まってたんだけど、少しずつ開いてきてるんですね。そう、だから前が閉まってたお店とか、クローズしてた道路とか、まあそうなんですかね。あ、こっち見えますか、見えますか。あ、もう巨大すぎる。うわー、ちょっと見て。いや、マジ大きいって。初めて来ました。すごいですね。お釈迦様ですね。しかいなかった、カタカナにするとちょっと難しいですね、これ。巨大すぎて。あ、送迎バスみたいに来ました。絵がハローキティとお釈迦様が一緒に乗ってるの。ハローキティとお釈迦様のコラボバスなんだ。わあ、デスさん。あ、これに乗っていきます。あそこまで行くらしい。そうですね、どちらかというと巨大テーマパークって感じですね。もうね、ここね、あのアトラクションみたいでした。ちょっと今早送りしてますけれども、もう酔うわこれ。いや、怖かった、本当に。怖いけど楽しかった。みんなキャッキャ言ってましたね。いや、目の前にね、何が良かったって、トイレが、でっかいトイレがありましたね。見えますか。もう足元だもんね。食事は全部無料だそうですよ。食事は全部無料です。
食事は全部無料なんだけど、まあ、一応こう寄付があって、はい、これに食べ物が全てここグリーンなんですよ。で、まあ入れてくれればいいなっていう感じです。寄付ですよっていうことに QR コードがありますけど、もう QR コードでもドネーションできますからね。もう進んでますよ。無料なんですけど、こういう、いやいや、今小銭がなくてとかはタケノコっぽいですけどないってことですね。素晴らしい。あ、スイートクっていうところじゃない、なんていうベイビーコーンっていうんですかね。はい、本当ね、パッタイを目の前で作ってくれて、これが無料っていうのがもう信じられないですね。あ、ご奉仕なんでしょうか。まあね、必ずドネーション、ね、寄付、少額でもしましょう。どっかの無料って、あとトイレも、まあ、この辺では少ないんですけど、トイレちゃんとペーパーがあるんですね。まあ、流しちゃダメですけど、紙置いてないところの方が圧倒的に多いので、紙はいつも持っているんですが、わあ、スモーワン、無料の入れてくれました。入れてくれたんだけど、すごい量が多いから分けますね。1個食べなさいとか言われちゃいましたよ。もう1個ずつだって言われました。食べます。ですね、この下でパタイ食べる。ちょっと見えにくいな。はい、この仏像が の下でパタイを、無料のパッタイを食べています。エレベーターがあるので、エレベーターで登りたいと思います。ここね、エレベーターで登ってきたところの向かいになります。真っ白ですね。外から見ても白、真っ白で、中も真っ白でした。景色ですよね。上から見たらドローンで撮ってるかのような景色になります。ドローン欲しいですね、本当に。空撮したい。で、こちらぐるっと回ってエレベーター前になります。エレベーター前はね、なんか結構フォトスポットみたいになっていましたね。もちろん寄付箱とか至る所にありますね。いろんなものがやっぱ無料なので、こうやってね、設置してあったら入れた方がいいですね。タンブンですね。本当、映像投資よりも実際に見た方がでもね、真っ白すぎて、もう目が開けられないぐらい白い。エレベーターなんですけど、ここからさらにエレベーター降りたところから上に登るのですが、ここはまあなんていうのかな、フォトスポットみたいになってますね。
とホワイトテンプルみたいな感じでした。ホワイトテンプルと似てますね。できる限りお見せしたいと思います。外観もホワイトテンプルとちょっと似た感じがあるんですけど、中はなんかホワイトテンプルも真っ白でしたけど、まあ、ここも真っ白ですよ。ホワイトテンプルしか行ったことない方、ぜひね、こちらもね、行ってみてください。こっちもホワイトテンプルなんじゃないか。窓から見てみましょう、下を。あー、素敵ですね。めちゃくちゃ素敵ですね。さっき行ったところですね。人移りが悪いかな。まあ、一番最初の駐車場があそこですね。あそこからピンクのバスみたいなのに乗って、無料バスに乗ってここまで来ました。さっきパッタイ食べた一番、ね、下のところ見えます。あとはね、顔のあたりかな。こんな感じ、仙台の街ですね。今指が見えたので多分顔のあたりにいるんでしょうね。方向はちょっと私はわからないんですけれども、こちらがマップになります。街の中からね、車で15分なので、ぜひね、皆さんも行ってみてください。わからないですけど、多分ここからが上だと思いますので、上がっていきたいと思います。ここしか階段がないのでここだと思います。アルミみたいな階段ですね。あ、ここですね。まず何階なんだろう。ここはさっきのところでちょっと登ってきました。どんどん高いところに登ってきますよ。あ、ここはまだエレベーターで来れるところでした。ちょっとどんどん登ってみます。一気に登ってみたい。あ、ノーエントリーだった。ここ終わりかな。ここまでかな。展望ってここまでなのかもしれないですね。とにかく美しい。来月を費やしたらできるんでしょうっていう感じですね。まあまあ、人生の折り返し地点で、このようなものがやっぱり見れるってね、良かったなと思いますね。こういった感じでね、もう私はじっくり一人で堪能しました。本当しばしここでくつろぎましたね。本当に綺麗でした。ぜひね、皆さんも行ってみてください。そしてね、こちらがね、この階から見た下の風景ですけれども、ちょっとズームはしてますけれども、やっぱ緑が多い。とにかく緑が多い。もうネイチャーですね、チェンライは。私はこういう田舎の景色が大好きです。そう、このお姉さんね、ミャンマーの方でしたね。分からなかったです。じゃあ降りていきます。はい、こちらがね、入ってきたところのエントランスロビーになります。気持ちいいですね。アジア人ほとんどいないですけど、ヨーロッパ系の方少し見受けられますね。なかなかね、日本人来ないと思いますね。ここはね、気持ちいいですね。山の上なので今座ってるんですけど、風が気持ちよく通って、ちょっとね、眠くなってきます。本当に気持ちよかった、ここ。はい、
でこのようにね、ここはねまたね、お坊さんたちがいます。下からの眺めはこんな感じでした。あの本当にタイ人しかいなくてローカルな感じでしたから、ぜひ皆さんもね行ってみてください。ローカルの人が行くところはやっぱ押さえておきたいですね。家族の方がいらっしゃったので一緒に写真撮らせてもらいました。私はちょっとね顔は残念だったのでちょっと隠しております。それ以外もね周りのこの彫刻というかオブジェ、okay. Oh, my shirt. 本当に素敵ですよ。my shirt. 一緒にポーズ撮ってみました。ドラゴンすごいです。ドラゴン熱い。子供たちもいっぱいでしたね。街並みこんな感じ、綺麗。どっちもドラゴン、本当に綺麗。これ下から登ってこれるんですけど、ドラゴンめちゃくちゃでかい。どんだけを費やしたらこのように信じられない、信じられない。そうですね、向こうにも2つ建物がありますね。九重の塔と、まあ、チャーチみたいな、教会っぽいところ。こういうね一つ一つの部分も本当に素敵ですね。ちょっとやっぱり中国の感じが入ってますね。はい、またアトラクションですよ。ぐーっとちょっと倍速してますけれども、今度ね、まあ登ってくるときは気づかなかったですけど、下るときはね、あ、ここ通るんだって思いましたね。この白い建物の横ですね。ここに、また行ってみたいと思います。足に問題がなかったらね、歩いてね、登りたいですね。はい、こちらがね、その九重の塔になります。もう綺麗。もう一言綺麗。でね、こちらはね、ランナーと中国の、まあ、色が濃いところです。だからちょっとここ中国色が強いですね。と、まあ、ランナーということで、ね、何度も説明しておりますが、ランナー、王朝から来てるランナーですね。北タイのいろんな地方のことを指します。これはね、過去の動画見てみてください。入り口でね、お米を購入して寄付することもできます。このお米は、まあ、恵まれない子どもたちのために使われるそうです。I cannot. You can? Skywalk. 疲れたって言ってる。本当ね、無理はしない。ね、足を大事にしとかないと、まだね、まだまだ仙台生活7階まであるらしいんですけど、あるからね、全部階段なんですよね。体力的にちょっと難しくなってきました。なんかね、ちょっとふらついたら危ないんで、そう、足が大事。ここでもね、十分ね、綺麗で高いところにいて楽しましたね。またね、楽しみ残しとかないと、ね、体力のある方はぜひ7階まで登ってみてください。おみくじ引きます。これね、ショート動画でも出してます。リリー、おみくじ引きます。ここに番号が書いてありますので、こちらの紙と番号を照らし合わせます。手と足に気をつけてでした。何か当たれ、100バーツのもあったんだけどね。これも100でしょ。100。ここのオリジナル。今ねサイズ探してもらってるんですけど、このねお寺のお寺の T シャツなんですけど。なんじゃないですか。なんじゃらペニ。LMS そうだけど、あ、2列と最後だ、最後だ、ゴリ押し。不安。L M S
have only one. Finish everything. なんで全部売り切れの？帰国後ね、の家族の2人に渡したんですけど、2人ともね、最初にね、当然ながら爆笑しましたね。でも爆笑の後にね、めっちゃ絶賛して、すぐ来てましたね。私にはもう分かんない。全然分かんない。はい、最後の建物です。白いね、教会みたいな建物でした。この並びも教会っぽかったですね。私の体変。はい、中に入ってみます。本当にここも真っ白。この彫刻はね、白じゃなかったですね。だけどね、ほとんどやっぱり白い。ライトテンプル意識してるんですかね。とか勝手に思っちゃいましたけど。これちょっと分かんなかったけど、これもまあ奉納するんですかね。下の引き出しなんだろうとかちょっと思った。こちらもね、真っ白なね、仏像ですね。陶器みたいな感じでした。ここはね、結構ヨーロピアの方がね、動画撮ってましたね。ここは割と多かったです。で、これなんですけど、私これに注目しちゃいました。これ全部お金でしたね。はい、この窓から見える景色もこんな感じで、まあどこから見てもいろいろともうワーキャーですよ、本当に。はい、出口のところにですね、このようなものがあって、なんだろうと思ってたら、ん、前の人たちがやってて、あ、なんか金箔貼ってんだと思って、私もやってみようと思いました。はい、私も貼ります。なかなか剥がれない。なかなか剥がれないのよ、これが。リリ貼ってみる。貼れないのよ、むずいの、くっつかないの。これくっつかないの。真剣。一袋にね、5枚ぐらい入ってますね。巨大テーマパークはやることもすごいですね。またまたこれが衝撃ですよ。無料で車を洗ってくれてるんですよ。ほんとびっくり。もう一番の衝撃だった。なのでね、いろんなところで、ドネーション寄付してください。はい、今日の動画はこちらからでした。はい、とても有意義な半日を過ごしました。皆様ね、ぜひ行ってみてください。はい、これからもまたね、動画をアップしていきますので、よろしくお願いします。ご視聴くださりありがとうございました。私もね、ちょっとね、写真をね、いろいろ撮って、なので、それもね、アップしていきたいと思います。はい、はっちゃけてますね。それではよかったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、リリーでした。じゃあね、バイバイ。